Thank you.
あなたに明日も会いたい。セットリストでご機嫌を伺っておりますがありがとうございます、ご機嫌を伺うといえばでも、この人を、除いて誰がいましょうかということで、我がドラマ空気さとらかです。どういう紹介の仕方本当ですよね。はい、来ましたね、はい、ということで、はい、ね、来ましたね、はい、ということで、まあね、夫婦喧嘩も平和のうちですね、ということで、我らが小木さとらかさんが歌います、女房の依頼します。目が覚める思い出す今日は土曜日、歯を磨く、顔を洗う、髭は剃らない、熱いシャワー気がつけば鼻歌が出る、とっておきのコーヒーは今日は豆からミルで引く、独身気分、今週は女房のいない週末、松本彩子です。
ですけど、新婚とは呼べなくなりましたか。まだでも新婚、2018年でもう4年になるので、新婚とは言えないですよね。え、そう、今でも結構熱々じゃないですか。結構って言い方熱々だと思います。すいません、松本大のこと。いや、それは完全に無視ですね。Thank you.
本当になんか幸せなことだなって思いながら最初のステージと、ね、ずっと聞かせていただいたんですけど、まあ、その中で久々に会ったリグレッツさんも姫様が奥様になるということでおめでとうございます。それでですよ、さっきね、クッキーさんが女房のいない週末という曲を歌いましたけれども、女房のいない週末だけではダメじゃないですか、勝手打ちじゃないですか、はい、世の中 の, 奥様のために私は代表して立ち上がりました大学を満足してちょっとなんか聞いたことあるメロディーかもしれないですけど、あの人のいない週末という曲を歌わせていただきます。
年齢が言ったらね、奥さんは上司だと思う。なるほど。ね、すごいですね。いいですか、男性初心の皆さん。上司ですよ、上司。渋谷クラブ、あ、ごめんなさい、渋谷クラブ。常連の方にも伺ったんですけど、奥さんの話を命の恩人の話だと思って聞けって。ああ、そうなんですね。ねえ、なんかそうらしいです。Thank you.
ました。ありがとうございました。
大団円でね、終わろうか、日吉大龍さんが作りましたので、マイスイートラバーでね、奥さんでね、ということで、大団円で終わろうと思います。